はい、それじゃあね、今回はね、練習問題33番のね、まあ、回答解説していきますね。まあ、解けたんでしょう。ね、これもね、なまあ、サラサラっと進んでいきますね。まず、問題を読んでみると、遠藤の獅子の形に、丸と芝があり、丸が優勢、獅子の色に、灰色と無色があり、灰色が優勢であると。はい、ここまでね、とりあえずまとめておきましょう。準備です。ね。準備として、まず、何ですか、獅子の形ですか、形と、形に関しては、丸芝です。丸芝。丸芝があって、丸の方が優勢。で、丸の方が優勢ですよ、言ってますから、丸の方、まあ、とりあえず、ラージアルって言っておきますか。で、芝の方、スモール。で、形。で、あと何ですか、主皮の色。主皮の色。まあ、色とか言ってます。ね、主皮の色。の方は、灰色と無色ですかありますよ、と。灰色の方、ラージ B。で、無色のスモール B にしますかはい。まあ、こんな感じ。になってると。で、その続き、シワで無色の種皮をつける、種皮を、持つ種子をつける系統の花粉ってことですからね。シワ、シワで無色ですから。ね。スモール R、スモール R、スモール B、スモール B の個体から生じた花粉を、どんなね、メシビに受粉させるんですかってことですね。どんなメシビに受粉させるのかなというと、まるで灰色、灰色の種子を持つ系統、種子を、種皮を持つ種子をつける系統のメシビってことですかね。丸芝ですから、ラージ R、ラージ R、ラージ B、ラージ B。で、ちょっと灰、灰脳の周辺のあたり書いていきますか。よいしょ。今回ね、種皮関わってきてますから、種皮の遺伝子型書いていきましょう。種皮の遺伝子型は母親の遺伝子型ってことで、ラージ R、ラージ R、ラージ B、ラージ B ね。で、灰。はい、じゃねえや。卵細胞。で、今回は、排乳ね、排乳は関係ないので、排乳関係ないので、極核はまあ無視っときましょう。無視っときましょう。ね、卵細胞の遺伝子型はラージ R、ラージ R、間違えた、ラージ R、ラージ R、ラージ B。はい。ですね。で、これで終わりだ。で、これをね、まあ、交配させてどんな子供ができていきますか、ってことですね。まあ、とりあえず、まあ、F1 ね、遺伝子型書いていきますか。F1 は、F1 遺伝子型書くというより、遺伝子型書くより、あれ書きますか。種書いてますか、種。よいしょ。肺があって、肺の遺伝子型は、こいつとこいつと足したんですから、ラージ R、スモール R、ラージ B、スモール B ですか。で、主皮の遺伝子型は、ここの主皮由来ですからね。ラージ R、ラージ R、ラージ B、ラージ B。これがまあ F1 ですね。F1 種子。はい。じゃあ、問1番。問1番は、何書かれてました？種子の形と、F1 種子の種皮の表現型ですね。種子の形、ね、種子の形。種子の形を決めるのはね、こいつ自身ですね。こいつ自身が決める。ってことで、種子の形は、ラージ R。ってことで、丸ですね。種子の形、種子の形の形は丸。で、種皮の色ですか。種皮の色。ここは、これ、色を決めるのは B の方ですからね。ラージ B。灰色ですね。灰色。灰色。はい、終わりですね。はい、終了。じゃ次、問2番。問2番は、F2 の種子の形と、F2、F2 の種皮の、種子の種皮の表現型を答えてくださいってことですね。はい。まあ、また後輩再現図書きましょう。これ、消しますね。F1 はとりあえず、F1 のね、遺伝子型、ね、遺伝子型、肺自体の遺伝子型はね、ラージ R、スモール R、ラージ B、スモール B でしたね。ラージ R、スモール R、ラージ B、スモール B。よいしょ。ちょっとこれ、まあ、再利用させてもらいます。F1、F1 を巻いたこと、F1 自家受精で F2 ですね。はい。ってことで、こっちのおしべ側の答えも、ラージ B、スモール B
間違えた。ラージアルスモールアルラージビースモールビースモールビー、ラージアルスモールアルラージビースモールビー、こっち側もラージアル、スモールアルラージビースモールビーで、もちろん主皮も、主皮もラージアルスモールアルラージビースモールビー、この時点で種子の、あ、主皮の、表現型はね、灰色ですね、灰色、はい、決定で、ここのね、卵細胞、卵細胞のあれだ、うん、卵細胞の遺伝子型とその分離比は、今回ね、特に何も書いてないですから独立比ですね、ラージア、ラージラージ対ラージスモール、スモールなんで R なんで、B の方ですね、対、スモールラージ対スモールスモールが1対1対1対1ということですね。こっち側、ここの花粉に関しても同じく、ラージ R、ラージ B、対ラージ R スモーラー、あ、ラージ R スモール B 対スモール R ラージ B 対スモール R スモール B っていうのが1対1対1対1ですね。はい。っていうふうに出てくるはずです。ね。まあでも、今回ね、主皮の色は、まあここで一瞬で、こっちの B の方だけ見て決めたらよかったんですね。B の方だけ。ね。で、あと、種子の形の方ですか。形の方はね、これ見たらわかる。R の方だけ見たらいいわけですから。まあ R の方だけ注目すればいいんですね。R の方だけに、ね、注目して、ラージアラジーとかね、あと、スモール、スモールですか、ってなってますから、これラージとね、スモールは1対1ですね。同じこっち側の下のやつのね、下の方のこっちから、卵細胞の方もね、ラージとね、スモール、R に関してはね、1対1です、ね。なんで普通にこれね、もうヘテロ同士のただの、後輩です。ね。一遺伝子ダッシュのヘテロ同士の後輩です。ね。ってなりますから、この間によって、この間でできてくる子供はどんな子供ができてきますかって言ったらね、ラージャ、表現器がね、ラージャルのやつとスモールアールのやつが、3対1ですね。はい、3対1。ね、で、終わりと。はい、それを答えていくだけです。はい。これをちゃんとね、日本語に直して答えるだけです。問いには、こっからですか。よいしょ。ってことで、答えはどんな風になるかなーって言ったら、まず、種子の、種子の形ですか？種子の形。種子の形。種子の形は、丸対子は、丸対子は、イコール3対1ですね。で、種子の色ですか？あ、じゃあ、種子の色。合ってる合ってる。種子の色は、さっきここで書いた、灰色です。灰色。はい、終わり。問1問2終了ですね。これ問いの終わり。ね。全然楽勝じゃないですか。ね。さっきね、どこで言いましたっけな。例題やってるときね、ここの、排入種、種皮サヤの遺伝のところのね、例題やってるときにね、まあ、必要ある遺伝子だけ見て交配すればいいんですよ、って言いましたね。そのとそれをね、やっただけです。ね、別にね、F3 聞かれてるわけじゃないんで、今回はね、F2 の時点で、必要な、遺伝子の部分だけを考えて、こんな風にね、交配しました。これ仮にね、F3 聞かれてたら、このまま正直に交配した方がいいですよ。で、その後に、今やったようにね、遺伝子1個だけに注目して、必要な表現、必要なね、形質の部分だけに関してだけ、関するね、遺伝子だけを見て交配するっていう風にすればいいと思います。はい。それではね、これで、遺伝のね、完全攻略の問題全部終わっちゃったんでね、まあ、次の終わりにね、まあ、なんか雑談みたいなしますんで、まあ、それね、まあ、よかったら聞いてみてください。はい。それではね、次の動画に行きましょう。